インスタントラーメン入りのプデチュゲブデチュゲは、朝鮮のチゲの一種。肉、野菜、豆腐などといった一般的なチゲの材料とともに、ソーセージ、またはスパムに代表される、ランチョンミート、インスタントラーメンといった、保存食になる食材を、辛味のスープで煮込んだ大衆的鍋料理である。在韓米軍基地の大池駅同義政府市や、平沢市が本場とされ、専門店が軒を連ねるが、 その由来には諸説があり、朝鮮戦争中やそれ以降の混乱期に在韓米軍部隊からの残飯や援助物資、放出物資に唐辛子を混ぜて作られたとも、米軍と補給を融通し合っていた韓国軍部隊の若い兵士が共同生活をする中で広まったとも言われる。1960年代におでんを売った店でおつまみで売ったのが初め。初期には炒め料理であったが、 現在の姿に変化した。インスタントラーメンが普及したのは朝鮮戦争の後である。朝鮮の外食メニューとして一般的であり、現在は日本の韓国料理店でも提供するところが多い。肉系のスープに唐辛子粉やキムチなどで辛味を加え、ここで豚肉などの肉、白菜やエホバクなどの野菜、豆腐やトック、そして特徴であるハムやソーセージ、 缶詰のランチョンミート、インスタントラーメンなどを煮込む。基本的にキムチチゲと近い料理のため、韓国ではハム、ソーセージ、ランチョンミートなどの象徴的な材料さえ入れば、あとは何を入れても筆チゲとみなされることが多い。最近の専門店では、インスタントラーメンは最初から投入されるが、そうではなく最後の締めで入れる店もあり、特に本場である。 犠牲不死の穴場的な店では、締めで入れることが多い。最初から入れると、韓国の辛いラーメンに、野菜やランチョンミートなどの具を入れて作るのと大差がなくなる。キムチチゲや、天ジャンチゲなど多くのチゲ類は、数と分の量の小鍋で煮込んで供されているが、ブデチゲは、日本の鍋物のように食卓の中央の大鍋で煮込みながら、皆で取り分けて食べるのが、一般的である。 類似のランチョンミートや野菜などを辛い汁で煮た料理で、ソウル特別市立山区のイテウォンなどで見られるタイプのものは、ジョンスンタンと呼ばれる。これには、プロセスチーズを入れて、洋風の濃厚な味にするが、インスタントラーメンを加えないのが、一般的で、また客が作りながら食べるのではなく、店が完成させた料理を作って出すという差がある。ありがとうございます。